オッケー。はい、また残り39ゲームです。よっしゃ、縄文誰ね、これ伊達ちゃん、伊達ちゃん、おキョウチェリーです。初めて引いたキョウチェリー。戦記5ゲームだけ、まだある。もし4つ左だ、トリウダマゲット3目です。負けるね、もう。神木玉チャンス。お願いします。神木玉を破壊せよ。10回やる。マジか。さあ、戦記残り48ゲームです。中だ、左だ、ください。オーケー、よかった。残り25ゲーム。強者に戦技5ゲームのみある。ないんかい。左だ、左だ、左だ、ジョーッサかっちょいい。左だ、左だ、さあ、さあ、保留玉1個残して継続です。シュン、さあ、うう、マジか。なんでここでアコーナット、キョウチェリー仕事して、よっしゃ、オーケー。丸あがきで10ゲーム乗せました。ラスト1でこうなったら引くしかない。左の中だ、こうなったら大工場線行くしかない。左だ、中だ、
ューバダマと。よっしゃ。こういうパターンもあるやね。いやラスト1周の強襲にでかかった。あそこで蹴るなんて剛腕ですね。さあ残り戦記7ゲームです。7ゲームで射止められるか。19分の1。ラスト、くれ、お願い。残念。旦那、ゲーム数がゼロですね。旦那、ゲーム数がゼロですね。扉はなんか、あ、本当。というわけでね、大工場戦ボーナス10回、総ゲーム数161ゲーム、1716枚でした。投資700枚なんでね、プラス1000枚。ありがとうございました。また次回、あ、天国、あ、そう、あ、はい。ほら、扉22ゲーム75枚。通常 A 通常 B どちらも濃いゾーン288ゲームまで様子見ようかなと思っておりましたから、200ゲーム過ぎたぐらいからざわざわしだして、今スイカで熱い保留をいただきました。タイミングよくチャンに引け。ほら上手やったね。剛腕でしょ、剛腕、いや剛腕でしょって。勝機はある。
嘘やお待ちとな。なるほど。一発やん。236ゲームありがとうございます。さあようやくタイミングが噛み合いまして黎明の時いただきました。修羅星緑このパターンは期待しちゃうよ。ください。右だ中の左だ右だ中の左だ中だお願い右だ左だラスト中だ右だ左だ難しかさここはもう殿下の方とチュンサーブでいこう。中、左、右でね。ここ大事。あやっと押し順を当てれたと思ったらこのざまです。38ゲーム147枚でした。難しい花のケージベルで歌舞伎ブレイク入りました。当たれ210ゲームです。右だ左だ4ゲームでした。よかったやっと行けたありがとう。右だ中だ左だ俺あるのとないのじゃ天と地の差やね。本当左だ中だ左だ。むずい。いやはやむずい。158枚でした。あれがこれで。はい、というわけで本日の回収868枚でございます。投資が700枚だったんで。168枚なんとかプラスと、ね、いったところでございますけども無言でしょね。簡単だった。まあそこからの失速具合ですけどね。まあでもこんな太いハマりもなくね、ニッパチモチまで俺ずっと追ってたんですけどね。まあ歌舞伎ブレイクしたりね、まああと直撃したりとかもあったんで、まあ、ただ難しか戦記ね。最後まぐれでね赤7引けたけど難しかね、刑事。ようでけど、ほんと。ね。というわけでね、次回こそはね、整理券の引き欲。まあでもやっぱり、ビギナーズラックはありますな。天武の極み、気持ちよかった。うん。まあ、というわけでね、まあ若干のプラスという結果になりましたが、まあなんとか、まあ5番達成できたんで、よかったかなと思います。というわけでね、
ちょっともうなんか朝一からもう残尿感なんで、今日もキャバクラ行こうかなと思ってますんでね、この後剛腕を発揮したいと思いますんでね、はい、あ、違うか、はい、というわけでね、はい、剛腕性街道物語でございました。また次回よろしくお願いします。お願いします。私たちの動画もあるんだよね。